さあマイクロマックス、ここに来るまでのランキングはトップが新橋、2番手柴崎、3番手藤原、いずれもトップ6からのスタートということになります。決勝周回数は14周、どんなレースになるんでしょうか。それではスターティンググリッドをご紹介しましょう。ポールポジションからスタートはカーナンバー37 SD スタイル藤原道長、ランキング第3位から逆転を目指します。トップとのポイントギャップはわずかにですね 6.5 ポイント、まだまだいけますよ。セカンドカーナンバー11です。SD スタイル堀江いつき。さあ SD スタイルのドライバーがフロントローに並ぶこととなりました。細川慎也さんの思いも背負って走る2人です。続いて3番グリッドカーナンバー2 HRS ジャパン島崎美琴、シリーズランキング第2位からです。4番グリッドカーナンバー22サーティーズレーシングタイからのエントリーです。スパパニッチャのケビン、勢いのある走りを見せてくれています。5番グリッドカーナンバー44 SD スタイル細川エイト、6番グリッドカーナンバー14ドラゴコルセ RMC レーシングチーム新橋たける、シリーズランキングトップが6番手からのスタートです。以下7番グリッドカーナンバー16栄光チャイナブルーノフー、8番手51ワンポイント仮米厚也、9番手55ピノレーシングチョイカンキュン、10番手87 FGJ モータースポーツハンフライ、11番手93 SD スタイル鶴貝匠、12番手33 AAA モータースポーツ中村修馬、13番手59サーティーズレーシングコンチョルポシュ、14番手10 AAA モータースポーツ石迫天馬、15番手70春名カートクラブ猪瀬直重、16番手48ウィズレーシングクラブグローバル柴崎一斗、17番手17ブルート KDDI NRP 古賀英樹、18番手66アッシュ黒川光賀、以上の18台です。ポールシッターのカーナンバー37藤原道長は今シーズンまだ優勝はありません。3位とポールから2位というのはあるんですが、1位というのがまだない。これ掴めたら大きいですよ。前回はポールからスタートして2位フィニッシュでした。セカンドスタートカーナンバー11の堀江樹は今シーズンまだ表彰台はありません。初のトップ6入りが表彰台となれば明日に大きくつながりそうです。3番グリッドカーナンバー2の柴崎美琴は今シーズン2位2位1位と来ています。柴崎にとっては表彰台ではなくもうトップを取る、これだけが目標だと思います。そして4番グリッドカーナンバー22スパパニッチャノンケビンは今シーズンスポット、おそらく初参戦。さあこれでどんなバトルが繰り広げられるんでしょうか。マイクロマックスは2回の予選が行われました。藤原道長はそのいずれもトップで通過をしていきました。堀江は2位3位、柴崎は6位2位、スパパニッチャノンは4位5位、細川エイトは10位4位で5番手からのスタート、新橋は5位9位で6番手スタートとなっています。今日の栄冠を、そして明日につながるレースを、最終コーナーから立ち上がってきてマイクロマックス決勝スタート。藤原いいスタートを切っていきました。柴崎美琴がそこにぴったりついていきます。堀江一輝は4番手あたりでしょうか。じゃあ3番手4番手5番手がすっと一列になりまして、スパパニッチャノンは5番手にワンポジションのドロップです。さあ3番手には細川エイトが上がりました。3番手には細川、したがって4番手にいるのが堀江です。5番手にスパパニッチャノン、6番手にはカーナンバー16ブルーノフーが上がっております。さあタコツボのところではスパパニッチャノンが早くもインサイドへマシンを振ってくる、割って入れるかどうかというところでしたけれども、これは5番手キープという形になり、横にカーナンバー14の新橋たけるが並びかける展開になりました。バックストレートエンド、5番手6番手争いがサイドバイサイドをスパパニッチャノンの後ろ、新橋こういう展開はちょっとしびれますよね。新橋にとってはここで吹っ飛んでしまったら柴崎美琴にランキングトップを奪われることになってしまいます。
5000中4000有効ポイントがあるとはいえ落としたくない各ドライバー。1コーナーから2コーナー、にわかに日差しも強くなってきて暑くなってきました。午前中は曇っていたシーンも多かったんですが、ここに来て容赦なく日差しが照りつけています。真夏のフェスティカサーキット水波、トップの藤原道長だけが独走体制に入りつつあり、2番手の柴崎と、そして3番手4番手の細川と、それからその後ろにつけている堀江と、ここはどう動くかですが、バックストレートエンド、柴崎のインサイド、細川飛び込んでいきました。カーナンバー 44SD スタイル細川エイト、父も母もレーサーです。その DNA を受け継いでいる細川、さあ最終セクションで柴崎にもう一度返されましたが、これで2番手争いが5台ワンパックとなりました。さあこれは面白くなってきましたよ。3周目です。まだまだ序盤ではありますが、藤原道長が後ろを大きく引き離しています。後ろでバトルをしてくれれば藤原の思うツボですが、その通りバトルモードに入ってしまっている2番手争い。さあ細川と柴崎、サイドバイサイドで細川が前に出ていきます。細川この決勝の動き非常にいいですね。負けたくないという思いと、それからずっと、ね、前に出ていく感じと、なんかキレがあるというか、そんな感じの動きになっております。柴崎は後ろに堀江、それからスパパニッチャノン新橋、さらには鶴海も追い上げてきてますから、この辺が非常に気になるんじゃないでしょうか。2番手争いは6台となっています。ホームストレート、これで3周終了です。序盤のつばぜり合い、1コーナーのところで柴崎は細川エイトのイン側クロスラインを取っていきまして、これで2番手に浮上。細川エイトはヘアピンに向けて柴崎の後ろ、堀江と、あ、そして木旗が振られていますが、2コーナーの手前のところで止まっているマシンがあります。カーナンバー33と 16という情報が入ってきました。カーナンバー33、中村シューマですね。中村シューマと、それからカーナンバー16ブルーノフーという情報が入ってきまして、ここは10番手11番手争いをしていた2人が2コーナーの手前で止まってしまっています。トップは藤原、まだ木旗が振られています。1コーナー2番手以降はここは急戦状態に入らないといけません。さあ、あらあらあらららららら、ああ今構想の急戦状態に入らないといけないと言ったところで結構動きましたね。さあヘアピンのところでは2番手は柴崎、そして3番手に細川、4番手は新橋とスパパニッチャノンがサイドバイサイド、出たコツボのところはケビンが前に出ていきました。スパパニッチャノンケビン、そしてその後ろに新橋、さらにその後ろには堀江、そしてちょっと離れて追い上げてきました鶴海です。11番手スタートの鶴海、もともと速さはあったドライバーなんですけど、ヒート1つ落としてしまったので後方からということになりましたが、しっかりと追い上げてくれています。まだまだ分かりません。現在7番手少し離れまして、8番手はカーナンバー55ジョイファイティングを先頭に、柴崎一歩も追い上げてきましたね。柴崎一歩も本当だったらもっと前の方にいていいドライバーなんですが、ヒート1を落としてしまいましたので後方からの追い上げを余儀なくされています。柴崎は16番手からのスタートですが、現在追い上げましてちょいもかわして8番手までアップしてきました。まだ周回数は6周目です。折り返しにも行っておりませんので、トップの藤原がこれだけねブンブン飛ばしていると表彰台争いというところになるのかなと思いますが、ここがこれだけ競り合ってくれている上に、先ほどんっていうシーンもありましたので、しっかりと追い上げて落ち着いて2番手を目指していってほしいというところです。さあホームストレート6周終了、トップ藤原と2番手細川との間は3秒5のギャップが築かれました。2番手は柴崎が1コーナーから2コーナーで前に出ていきます。柴崎美琴の横、細川エイトブレーキング、レートブレーキングで入っていきます。クロスを取りに行く柴崎ですが、アウト側からどうだ、スピードは乗るのか、柴崎が前だ、そして新橋がその柴崎についていた、これはよく見ていました。細川は4番手に入ります。この列の中
2番手争いは柴崎、新橋、細川、堀江、スパパニッチャノン、鶴貝、そして柴崎一歩もだんだんと前に近づいてきまして、その後ろに、チョイとそれからポーシュと仮米とこの辺りもついてきたでしょうか。仮米は現在11番手ですから、2番手争いは10台ということになります。7周終了、これで決勝折り返しとなりました。マイクロマックスです。トップの藤原陣営はもう頼むから何も起こらないでと、マシントラブルなど起きないでと祈るのみです。さあ2番手争いはこれはもう仮米までぎゅっと詰まった中身の濃いバトルが展開されそう。さあ柴崎と新橋というランキングトップ2が2番手3番手争いという形になってきました。そしてその後ろにいるカーナンバー44の細川エイトは今日だけの参戦なんです。今日結果を残して手応えを掴んで帰りたい。さあバックストレートエンドのところには新橋とそして柴崎が前に入っていきまして、新橋たけるがスターティンググリッド6番手から2番手まで上がってきました。トップ藤原はもうさらに自己ベストをマークして走っています。52秒817です。2番手とのタイムギャップは4秒6つきました。8周終了、残り周回数は6周となっています。さあ新橋の横に柴崎入っていく5コーナー、もう実質トップ争いみたいな感じになっておりますが、柴崎、新橋、そして細川、堀江、その後ろはサイドバイサイドでスパパニッチャノンと柴崎一頭横並びになっています。スパパニッチャノンが前に出てきて6番手、7番手に柴崎一頭、8番手に鶴貝、9番手カーナンバー59コンチョルポッシュは体を倒し込んで思いをマシンに乗せるようにして走っています。さあこの10台のバトルの中で前と後ろに一瞬離れたかなと思いましたが、またついてきましたね。さあしかしこのトップ2柴崎と新橋はさすがといったところでしょうか。後ろを引き離しにかかって2台でのバトルに持ち込んでいます。後ろがいっぱい連なっているのと、それから一騎打ちになっているのとではドライバーの、ね、感覚全然違うと思います。新橋も後ろにしばらく離れていると分かったら柴崎に対して仕掛けやすい。さあ新橋タコツボで飛び込みました。これで抜き切れるか、横からは柴崎美琴がまた来ている。サイドバイサイドですが、これは新橋の方がスピードを乗せています。バックストレートエンド、しかしこのバトルで後ろがまた近づいてきてしまいました。楽にはなれない2番手3番手争いです。そして10周終了で藤原、残り周回4周に入っていきます。2番手以降はまた大きく離れる中で、藤原道長も別に後ろでバトってくれてるから離れてるわけじゃなくて、もうファーストをマークするぐらいの速さです。さあそして柴崎一斗がさらにファーストを奪いまして、この集団の中でのポジションを上げにかかっております。柴崎現在この2番手争いの前から4台目まで上げてきました。全体5番手といったところ。さあそしてうおータコツボ、大変な集団バトルになっています。柴崎美琴が抜けてきます。2番手、3番手には堀江いつきが上がりまして、4番手に新橋、5番手スパパニッチャノン、その後ろについて柴崎一頭、サイドバイサイド鶴貝もこれは S 字の2個目アウトサイド、すごい勢いで遠赤使っていきました。大きな混乱はなく立ち上がってきます。2番手争いが激しい。残り周回数は3周。さあ柴崎かそれとも堀江なのか、インカーから新橋か、2コーナー新橋が前に出ていく。スパパニッチャノンまで2番手争いは4台になりました。その後ろに柴崎一歩先行の6番手争いです。さあヘアピンのところを新橋落ち着いていきたいところです。後ろから柴崎がしかし近づいてくる。堀江いつきも来る。スパパニッチャノンは今日はタコツボでよく飛び込んでいますが、このタコツボからの立ち上がりもいいんですよね。前にググッと近づいていきます。そしてその後ろに後方から追い上げてきたカーナンバー48柴崎一斗は16番手スタートから現在6番手まで上がってきています。鶴貝は7番手、こちらも11番手スタートから。さあホームストレート、いよいよレースは終盤に入ってきました。残り2周、藤原道長は7秒前にいます。クラス違いのような速さで、もう全然
ずっとね、クルージングもまだしてません。プッシュしているタイムで走っています。さあ、そしてヘアピンのところではこの2番手争い、今度は柴崎美琴が飛び込むサイドバイサイド、新橋と横並び2台まとめて吹っ飛ぶというのだけは避けたい。みんながライン交錯するのに誰も飛ばない、素晴らしい。さあ、今ちょっと鳥肌が立ちました。素晴らしいバトルを見せてくれていますマイクロバックス。さあ、新橋と柴崎はイン側からアプローチをしていきました。バックストレートエンド、後ろから柴崎とスポポニッチョノンがサイドバイサイドになっていく。さらにイン側鶴海入っていく、どうだ、これは、いやー、スポポニッチョノンアウトサイド、止まってしまった。再スタートは切れますが大きくドロップ、これは残念。残り周回数は1周、ファイナルラップ、2番手争いは3台に絞られます。新橋か柴崎か、それとも堀江なのか。ヘアピンから立ち上がってきます。トップは藤原、シリーズランキング3番手のドライバー、そして新橋と柴崎はランキングトップ2、堀江月が割って入りたいが、これはダメ。新橋これで楽になった。バックストレート後ろが空きました。さあ、そして最終コーナーから立ち上がってきます。ポールスタートカーナンバー37、藤原道長は今シーズン初優勝、しかもポール2ウィン。2番手には最終コーナーから立ち上がって、今回も表彰台から降りない新橋と柴崎が素晴らしいバトルを見せて表彰台を分け合ってくれました。4番手には堀江和樹が今シーズン最上位、トップ6入り初ですよね、おめでとうございます。5番手にはカーナンバー48、柴崎人がよく追い上げまして今シーズン最上位を獲得。そして6番手にはカーナンバー59、今回はアウェイでスポットで出てきてくれましたサーティーズレーシングタイからのエントリー、コングチョルボシュ、こちらが6番手に入りました。7番手には鶴貝匠、8番手には細川伊藤、9番手チョイカンヒュン、10番手仮米敦也、以上がトップ10。以下ハンクライウスパパニッチョノンは12番手までドロップしちゃいましたが、しっかりチェックを受けました。そして猪瀬、黒川、古賀、石迫、以上16台がチェッカーです。ブルーノ風と中村シューマーは悔しいと思いますけどもね、明日また頑張っていただきましょう。以上マイクロマックス決勝でした。